everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。はいどうも、バシーデです。今日はですね、バッドグリーディーさんとのコラボレーションデイ6ということでお届けしていきます。ピアノ奏者のね、バッドグリーディーさん、ついに、トラックが完成しました。でね、デイ1からデイ5といろいろとね、ベースの音がどうだとかね、チョップしてどうだとか、ドラムの音はこうですとか、いろいろやってきましたけども、完成したということで、まずはトラックをね、聞いてもらおうかなというふうに思っております。で、このトラックに関しては別でね、別動画の方で曲だけでアップしようと思っております。もしかしたら僕のね、サブチャンネルの方のローファイマジックの方にも入れるかもしれませんが、まずはこっちのね、バシヒデの方にトラックだけというのも乗っけておきますので、この動画を編集した後ぐらいにね、続けて乗っけれたら乗っけようかなと思ってますんで、まあそちらをチェックしていただければなというふうに思います。それでは行ってみましょう。バッドグリーディとバシデが作ったトラックで、名前は Love Your Dream です。どうぞ。ですね、それでこの曲ですね、ちょっとノイズ感があるかなというふうに感じた方いらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、ヘッドホンとかでね、聞いてもらうと、よーく聞くとですね、ちょっとプツ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 っていうようなね、ちょっと音が入ってるんですけども、それは、あえて入れてます。ちょっとね、音の劣化感というかローファイ感を出そうかなと思いまして、まあ、レコードのね、アナログ版を、針を落として流しているような曲調にしてます。で、それどうやってやったのかっていうと、ネイティブインストゥルメンツという会社のソフト、ローファイグローというね、ソフトを使ってそういう音を演出してます。こんな感じでやってます。で、これがローファイグローブですね。
はい。今のね、ローファイグローっていうのは結構僕は多用します。ローファイっぽいね。なんか不思議な音というか、ゴリゴリのヒップホップとは違うようなね、ローファイっぽい音が作れる、音源がいっぱい詰まっていて、で、さっきのね、ビニールアンプノイズっていうね、やつもよく使います。そうするとさっきのね、レコードっぽい、プツプツプツって言ったようなね、音を出すことができます。はい。で、ギターのね、サウンドを入れたんですけども、これどうしてギターの音を入れたんですかっていう話になってきたら、僕が結構バンド育ちの歌い手なので、ですね、20代本当グリーディーさんぐらいの年齢の時、19ぐらいからですかね、まあ、あるバンドのローディーをねやったりお手伝いして、で、まあ、チャンスがあったら一曲歌わせてもらったりみたいな生活を若い時やってたというのもあり、やっぱバンドに対する思いっていうのは結構強くてですね。で、バンドサウンドっていうのは本当にね、めちゃくちゃやっぱ迫力も違うんですよね。なので、またね、僕のこの作った曲がバンドでも演奏してもらったりね、できたら楽しいかなっていうふうなことを勝手に考えました。で、ギターのフレーズを入れました。はい。こんな感じですね。今のがパターン1だとしたら、パターン2。というね、3つのパターンのギターのね、リフを入れてます。割とね、まあ、僕そんなギターがいっぱい弾けるわけではないので、ほんと超簡単なね、構成になってるんで、まあ、ほんとギターのね、初心者の方とかが、ちょっと練習、まあ、指を鳴らすのに練習するのにはちょうどいいかなぐらいのね、感じですね。だから初めて組んだバンドの人とかが、この曲をね、ちょっと練習がてらやってみるのもありかなというふうにも思います。はい。はい、それで今回ね、この出しているギターの音なんですけども、まあ僕は、エレキギターを持ってないので、いつもねミディ音源を使ってるんですけども、今回使った音源っていうのはネイティブインストゥルメンツのコンタクトと連動して音を出すことができるエレクトリシティというね、ギターのめちゃくちゃかっこいいギターの音が出せるソフトを使ってます。はい、こんな感じですね。音はね、レスポール P90 アンプルってやつをね、使いました。いろいろとね、プリセットが用意されていますんで、その中からこう選んで使うっていう形ですね。で、さらにね、アンプを足してます。ちょっと、エレクトリシティだけの音だと、やはり、他のね、ドラムの音とかベースの音に、ちょっとね、やっぱこう負けちゃうね、ところがあるので、これもネイティブインストゥルメンツのソフトなんですけども、ギターリグというね、ソフトを使って、ちょっと音をね、音圧アップというか、ね、リバーブ感とか、コンプレッサー使ってちょっと調整したりしています。
こちらですね。今ね、矢印の棒が出たと思いますけど、これ使ってますよっていう形でね、示しました。で、これは、もともと入っているプリセットのベーシックジャズっていうものを使ってます。最初いろいろと自分で、これ自分でオリジナルのをね、どんどん、組み合わせていろんな音をね、作ることができるんですが、最初オリジナルのやつを組んでやってたんだけど、一番しっくりきたのがこのベーシックジャズというね、やつだったので、これにしました。はい。そしてね、これはちょっとね、遊びっぽく入れてみたんですけども、エイブルトンライブが、新しくね、アップグレードされたのは皆さんご存知ですか？エイブルトンライブ10からエイブルトンライブ11っていうね、11。エイブルトンライブ11にね、大型のアップデートをされました。エイブルトンライブ、今日エイブルトンのね、これ僕シャツ購入しました。で、その中で、すごい注目されているエフェクトがあって、それがね、ハイブリッドリバーブっていうね、リバーブなんですね。はい。これがね、なんかすごいらしくて、ちょっと僕もね、まだそんな奥深くまで試してないので、ちょっとあれこれ説明はそんなにできないんだけど、なんかね、これプリセットの中にエイブルトンスタジオっていうのがね、入ってて、それ面白そうだなと思ったので、エイブルトンスタジオっていうプリセットを使ってます。これすごい他の人のね、記事とか読んだり YouTube 見たりしてると、このハイブリッドリバーブがすごいみたいなね、ことで今噂になっています。で、 Twitter とか見てるとね、もうエイブルトンライブ11面白すぎて夜も眠れないみたいなね、人がいたりね、して、結構今回のアップグレードっていうのはいいアップグレードだったなっていう風に思ってますけどね。はい。で、あとはね、 DTM のね、ちょっと技的な、技というかね、工夫というか、ところ、一箇所ね、ちょっとハウリングしてる部分があったので、それをね、調整しました。はい。それはね、EQ8 を使ってですね、調整してます。ちょっと一回聞いてもらいましょう。一回ハウリングありのバージョンね。はい、今ね、これね、僕のね、録音の仕方が悪かったのかもしれないんだけど、ハウってましたね。で、このハウリをね、消す方法っていうのがあってですね、まあ、EQ8 を使うんですけど、今ね、矢印でちょっと示すんで、そこを見ててください。そこがハウってる部分ですね。はい、ちょうどね、この棒のね、指の形した棒の人差し指のところに、ちょっとね、こうメーターというか、音のね、信号が出てたと思うんですけども、そこがちょっと、広域というか、広域のちょっと、羽打ってる部分ですね。これを消してあげるということで、ですね、まあ、EQ を使って、こんな感じで。今、ローパスを使ってね、ローパスを使ってハイをカットしたんですけど、はい。で、ハイをカットすると、ね、消えたでしょ、ちょっとハウリーがね。ハウリが消えてる。もう一回ハウってる部分聞いてみましょうか。
はい、これがね、もう一回今度はハウリーナシオ。ね、こんな感じでね、ハイをカットしました。で、ハイをカットした分ハイがなくなっちゃってるんで、もう一個逆側にねハイパスを入れてます。ローパスとハイパスを両方入れて、消しちゃった部分を補うように、今度逆のね方向を入れて、調整したりしてます。はい、以上ですかね。大体こんな感じで、曲を作りましたということで、お伝えしました。ということでね、Day6 はこんな感じで終わりたいなというふうに思います。ということで、いよいよですね、 Day7 ではここからリリックを作って歌を入れていこうかなっていうふうに思います。ちょっとね、時間はかかるかなと思います。どれくらいかかるかって わかんないんだよね。リリックってもう本当できちゃうときは30分でできちゃうし、できないときは本当もう何年もできないしみたいな感じなんですよね。だからまあ出来上がりをねちょっと目指して頑張っていこうかなというふうに思いますんで、 Day7、楽しみにしていてください。はい、というわけで今日は Day6 をお届けいたしました。ありがとうございます。またね。